はい、皆さんこんにちは。アルファアドバイザーズの飯住と申します。よろしくお願いいたします。えっ、ー、と今日はですね。あの先日ちょうどまあ、アルファで、あのこれからアジアの mba をその目指す人たち向けに、あの香港の mba にですね。あの、香港 mba ツアーということで、えっ、ー、と1月の中旬だったかな？ぐらいにあの？ お邪魔したことがありますでその時にあの香港カギっていうですね、まあ、アジアナンバーワンの MBA にもお邪魔をしてですねその時にいろいろとお話を伺ってで非常にですねあの、まあ、香港カギっていうのは、まあ、香港の中でもその理系系のもともと大学で、えー、非常に、まあ、そこのトップクラストップの大学なんですけれどもそこの MBA で で就職もですね非常によくて外資コンサルとか金外資の金融とかですね事業会社とかファンドとか、まあ、いろんなところで活躍されていてでかつその香港でもそのまま就職される方も、まあ、日本人で多いというのであの非常に目指す人がまあ多いという学校です。で、まあ、我々としてもですねあの過去にもあの香港かぎのアドミッションの方々と一緒に そのまあ、香港カギって素晴らしい大学大学院 MBA ですよっていうような、まあ、マーケティングをご一緒したこともあってあのより皆さんにですねあの挑戦してほしい学校の一つだと思っていますであの香港カギについての,その、まあ、詳細をですね、まあ、僕の方からいろいろお話しするのもいいんですけれども今日はですねその時にいろいろと本当にあのお忙しい中ですね あの我々のアテンドをしていただいた在校生の方にですね今日はお話をちょっと詳細をですねお伺いしてみ、えー、たいというふうに思っていますなのであのアジアに興味があるとかですねあの香港で、えー、挑戦したいとかそのままアジアで仕事がしたいとかですね そういうういいいい人はです、ね、あのぜひご覧いただければというふうに思いますで今ちょうどいろいろとそのコロナの影響とかもあったりするので、まあ、あの一時的なものではあるんですけれども、まあ、皆さん懸念もあると思いますしであと実際に今日の在校生の方はあの日経の後でまだ多分簡単にご紹介あると思いますけれども証券会社でその営業をされていて でそこから一年発起されて挑戦してその香港かぎの MBA っていう素晴らしいあの合格を勝ち得たというご経歴の方なので,で最近やっぱりその MBA に行きたいどうしたらいいかっていうようなご相談をですねやはり日本日系の証券会社の方とかあの銀行の方とか保険とかですね あのに日系の事業会社で働く国内で働いている人たちがよりグローバルなキャリアになりたいというご相談はすごく多くてなのでまさにそういう人たちの,そのロールモデルというかですねまさにこういう挑戦をすればですね多分皆さんもそのどんどんその自分の世界が広がっていくんじゃないかなというふうに思ったので今日はあのぜひお話をお伺いしたいと思って、えー、この「z o o m ミを開催させていただきました。 じゃあ,あのバトンタッチしてあのいろいろとお話をお伺いしたいと思います。よろしくお願いいたします。あよろしくお願いします。えっと、香港カ技大学、ザ・香港ユニバーシティオブ・サイエンス・アンド・テクノロジーで通称は h k u s t と呼んでますけれども、えー、h k u s t m b a のインテイク2019の佐藤と申します。去年夏の8月からこちらに来ています。今日はあの忙しいところありがとうございます。時間いただきまして。えー えー、非公式の学校非公式のインフォメーションセッションみたいな形ですね、いろいろこちらの情報をお伝えできたらと思いますあの。私もまだこちらに来て半年なので、例えばこれからのキャリア、就職活動等については、えー、まだまさに就活中なんですけれども、今の自分の半年間の経験でできる限りですね、えー、得たものであったり、こちらの状況をお伝えできしたいなと思います。 あとあの、公式ホームページと、あるいは公式の説明会等を参加していただくといろいろオフィシャルな情報は取れるかと思うので、なるべく今日はそういった公式なところでアップされている情報と重複がないように、在校生の視点からお話ししたいなと思います。一応きょお話しすることですけれども、まあ、定番のなんで MBA、なんでアジア、なんで香港、なんで u s d という部分から。 基本情報についてはあの公式ホームページ等でも確認できるのでさらりと、えー、あと指標の方向けに費用についてはもう少しお話したいと思いますあとは年間スケジュールプログラム、えー、交換留学直近のデモあるいはコロナウイルスについての影響受験についてこのような流れでお話しさせていただきたいと思います早速 YMBA というところなんですけれどもあの ちょっと入泉さんの方からも、えー、国内営業の仕事をしていて、NBA、えー、を志している方、もそれなりに受験生の中にいると聞いたので、ちょっと個人的なことなんですけど、まずはバックグラウンドをお話しさせていただきます。えー、経歴は野村証券の営業店で6年間勤務していました。えー、都内の新設店で約4年と、えー、その後山口県の地方の支店で2年間勤務していました。 6年間の村証券に勤務する中で最終的に思ったのは自分自身で会社の経営がしたいなっていうことでした。これはもちろんお客さんが会社の社,社長さんが多かったっていうのも一つですしあるいは実際にその地方等を含めて後継者となる経営者が不足してるっていう状況がチャンスだなって思ったのも一つですし何か一つ これだっていうものがあったというよりはいろんな考えが積み重なって経営がしたいなっていう感じですね。でじゃあ会社を経営してどんどん大きくしていこうっていう時に自分が持ってるこのセールスとしてのスキルと、えー、実際に経営をするためのスキルとの差を考えてみたところやっぱりまだ自分には足りないものがあるなと思いました。えー、具体的には、えー、こちらちょっと書かせてもらったんですけども線引いたですね。あのー まあ営業されてる方だったらよく分かると思うんですけれども営業マンっていうのはまあ与えられた商品なりを実行するっていうことが一番大事ですよね実行してしっかり結果を出すっていう仕事だと思いますしマネジメントだったら部下にそれを実行させて結果を出させるっていうのが仕事だと思うんですけれどもこの6年間でこういったスキルを身につけたなっていう自信があります一方でじゃあ大元のその会社の全体の 戦略を立てる力とかそういったものはついたかというと、これがまだ少し自信ないなというのが正直なところです。ですから、MBA を経て、えー、この戦略を立てる力っていうのをしっかり学んで、できたら卒業後のキャリアで少しそういった戦略を立てることを専門にしているような会社、具体的にはコンサルティング会社とかですね、あのそういった経験を積んで、まあ、将来的にはちゃんと戦略を、正しい戦略を立てることができて、えー、それを実行することができる。 経営者になななりりたいなといいとううような思いがあります、まあ、そういった形で MBA にやってまいりました。あのまあ、ぜひ個人的な考えですけれども強く信じているのはあの営業ができないから営業が嫌だから MBA に逃げ込むんじゃなくてぜひ一回自分の仕事を現職を好きになって愛して没頭して自分は営業マンとしてそれなりのものを得た。 ぞうという気持ちになってその上で n b a に来て何かキャリアチェンジができたり違う世界に行けるとより n b a の意味っていうのが大きくますんじゃないかなと個人的に思っていますどうですかこんな感じでいいですかね数の方としてはいいですかはい大丈夫ですはいでちょっと右側に個人的なあの考えで図を載せたんでこれもし 分かりづらかったりしたら、あとからこの動画、ここの部分カットしていただいて構わないんですけれども、僕の個人的な考えですね。あの横軸に年齢を置きました。大学卒業22歳でしてから30代までですね。で、この縦軸の太線の、これを実務のスキルと置きます。実務上のスキルですね。です年齢を追っていくと、どん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 、多分その会社でのスキルが上がっていくと思うんですよね。 で僕の場合は入社して最初のところ結構苦労しまして最初は結構成績あんまりくなかったんですよね。途中からそれでも頑張ってやったら急にぐんと伸びるタイミングがあって、えー、こんなような曲線になりましたけど人によってはまあ最初でぐんと伸びるかもしれないし直線なのかもしれないし分かんないですけどで一方でこの点線の部分これ MBA の合格率と起きました。どういうことかっていうと UST なんかはもう勤務経験2年は絶対。 必要とととししててますすすけれども勤務経験浅すぎるとてる MBA っ来の難しいと思うんですよね基本的には1回1キャリアを積んだ人が来る場所だと思うので。で、キャリアがどんどん経験積めば積もうと多分、NBA の合格率も職務経歴面として上がると思うんですけれども、これ年齢行きすぎるとまたガクンと下がっちゃうと思うんですよね。具体的に30前後ぐらいだと思ってるんですけれども。でうちののクラスの場合は36歳が 合合格者の一番年がいってる場合ですこれ多分卒業後の転職活動を考えたら30前後ぐらいで NBA に来ておかないとその後の就職活動に差し支えが出るっていう意味合いなんだと思います。で言いたいのは僕にとってこの僕31歳で入学という形だったんですけれどもそのタイミングは自分にとって営業マンとしての能力が最大限かつ タイミングとしてギリギリまだその後のキャリアに間に合うっていう多分早く受ければ受かることはあると思うんですけどもその時の自分のスキルがちゃんとその後の次のキャリアであるいはその後の人生で戦えるだけの戦闘能力をちゃんとファーストキャリアでつけてるのかなっていうのを、まあ、ちょっと考えて自分にとってベストなタイミングが選べるといいんじゃないかなっていうのは個人的な考えです。 これ実際にあの結構、油が乗ってきたタイミングだったと思うんですけど、はい、なんか油が乗っちゃうとなんかいろんなものがくっついてくるのでそれこそお客さんもついてくるし社、うん、内の引用もついてくるし、はいはい、それを,それをまあ捨ててその挑戦海外の MBA に挑戦するっていうのがなかなかできない人が多いんですけどなるほど、はい、やっぱりそこで悩んでる人も多いんですね。はい でなんでそのまあ結局決意が上回ったっていうことだと思うんですけれども、はい、そこを後押しした理由とかってありますかあなるほどございます。えー、っととはいえあのー、この油が乗ってくるっていうこととリスクが取れるっていうことはある程度同じだと思ってまして。で 僕の場合特に証券会社での新規開拓いわゆる飛び込み営業とか電話で新しいお客さんを取るっていうのを得意としてたんですけれども得意スキルになっていったんですけどそれがそれを身につけたと思ったのはこれこの NBA 受験仮に失敗したってあの僕野村証券辞めて NBA 受験してましたけれども仮に受験失敗したとしても 僕はまたどこかの会社で営業をやればゼロからお客さんを自分で作ることができるし、えー、この世界では、うん、もう一回やり直すことができるというスキルのバックアップを得たなという気持ちが大きくありました。それが結構その自分にとっては大きい後押しになってくれたかなという気がします。はい、ありがとうございます。そうですね。じゃあちょっとこの後次のトピック進みますね。 もしくはまだあればあのあ。はい、大丈夫です。お願いします。はい。あと、Y アジアという部分については、えー、入学前と入学後で少し考えが、えー、アップデートされました。入学前は、まあ、単純にアジアの経済成長、誰もが知っていることですね。そうあと、コストですね。これ私、えーと、アメリカのバブソンであったり、ハルトという NBA からも、奨、えー、学金付きでの入あの 合格はもらってたんですけれどもあのアメリカの NBA からたとえ2 3 0 0万の奨学金が出たとしてもなおアジアの方コストはやっぱり安いです大体半分ぐらいですそういう意味で私費留学生としてはアジアっていうのは本当に魅力的なコスト面では魅力的でした入学前はそんなようなことですね考えたのは入学後に考え始めた気づき始めたのは、えー、一つはネットワークですね これあの学生の入ってくる学生のかなりの割合がロケーションを変えることにフォーカスしてるんですね。えー、他の国からやってきてどうしても香港で働きたいって言ってくる人がかなり多いんですよね。そうするとこの人たち多分卒業後もアジアにとどまって卒業後もアジアのどっかで顔を合わせてもしかしたらいつかビジネスをしてっていう可能性が高い同士になるので。 必然的に、えー、在校生、受験生、卒業生、在校生、えー、あるいは在校生同士の結びつきがすごい強いなっていうのを感じています。多分これ、香港の NBA の特徴なんじゃないかなと思います。で、えー、2つ目の言語環境については、私、海外での生活経験が全くなかったんですけれども、えー、やっぱりアジアの NBA だっ と基本的にはみんな第2言語を英語として来てる人たちですから英語の壁は比較的アメリカと比べて低い良くも悪くも低いはずだと思います。ですからよく聞くアメリカの m b a 体験記だとそのクラス最低の英語力の中でなんとか最後尾でしがみついてたみたいな話がよくあると思うんですけれどもアジア m b a に来る限りはあのみんな英語が第2言語 言語なわけでみんな同じ状況でスタートするわけですからやっぱり来た初日からリーダーシップを取りに行く気概が持てますし実際私の場合はそういったことができたので、えー、言語の壁がよくも悪くも比較的薄いっていうのは、えー、来てあこれはアジアに来る意味があったなっていうところです多分交換留学でアメリカとか行くとネイティブイングリッシュに苦労するんだと思いますけれども <laughs> やっぱり今のところはこの初めての海外生活でこの言語環境で 自分がイニシアチブを取る機会が多いっていうのはいいことでした自分にとっては。でですね、この辺りは Y アジアという部分になります。次いきますね。えー、はいあ。何かあったらあのどんどん止めておっしゃってください。はい、了解です。Y、はい、香港という部分については、えー、おそらく、えー、受験生の皆さん併願されるのがシンガポールの国 えー、シンガポール国立大学、あるいは中国の CIBS、シーブスこの辺りがアジアの同じアジアにあるトップスクールになりますので、この辺との違いよく聞かれますし、併願する方多いので、えー、お話しします。まずシンガポールとの違いは、これはもう多分、泉さんもこの間行って感じたと思うんですけれども、街に降り立った瞬間、シンガポールと香港って全然違うと思うんですよね。 本当に綺麗でリゾートみたいなシンガポールとゴミゴミしててニョキ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 高いビルが建ってるし香港とっていうのも降りた瞬間雰囲気で合う合わないっていうのはあると思うんですけども一応私金融出身なので金融の観点から少し思ってることを述べますとなんか僕のイメージですけどシンガポールってどっちかっていうと一回人事業を終えて上がった人が あのその後快適に過ごすためにあるっていうイメージがあるんですよね。ですからシンガポール金融のハブですけれどもその金融のハブとして機能している裏にあるのはそういった上がった人たちの潤沢なお金っていうイメージがあるんですよね。ですから野村時代も多分機能的なシンガポールってプライベートウェルスマネジメントの街だったと思うんですけれどもひるがえって香港見てみると香港っていうのは 世界5位の証券取引所があって、インベストメントバンキングの部門であったり、えー、あるいはグローバルマーケットの部門で、えー、活躍する人もいますし、機能としてもそういった機能が集まっている町で、えー、まだこれから人は一旗上げてやるぞっていうお金の匂いを感じます。ですから同じ金融のハブですけれども、シンガポールは多分ウェルスマネジメントによっていて、えー、香港の方がもう少しいわゆるこれから。 人リスク取るぞってていいいいいううお金のの性質が強いんじじゃないかなかを感じていますこの辺り、街の雰囲気にもつながっていると思います。2点目、外から見る中国という意味では、まあ、これ特にシーブス感を意識してますけれども、向こうだと多分中国人の学生が8割とかで中でどっぷり中国を学ぶという形になるかと思います。一方、香港だとあの中国人の学生が2割程度で別にマジョリティー 絶対的な多数というわけではないですし、えー、ある程度客観的にでも中国マーケットをしっかりと見ることができるというような形になっていて、こういった観点からわざわざ HKUS で選ぶ学生も周囲には多いように感じます。3点目、香港で働くという選択肢という部分については、私もともとロケーションを変えたい、香港で働きたいという思いは特に強くなかったんですけれども、こっちに実際来てみると、 インターンの募集、香港で働いてみないか、日本語をしゃべれる人を探しているとか、そういった話がすごいたくさん来るんですね。で、それ,それは学校に来るんですかなんか、その<あ>なんかこう、インターネットの掲示板みたいなの、はい。あ、そうですね。これで、入学すると、まず、あの全レジュメをもう一回磨き直しまして、で、これを学校に提出します。 で学校側はその NBA 生のレジュメを香港中の,あの関係のある企業に開示してまして、で企業側でそのレジュメを見てあ、この人面白そうだなって思ったら、今度学校を返して連絡が来るんですね。ですから、例えば私の場合は金融×セールスというバックグラウンドですけれども、バックグラウンドかつ日本語というので向こうの、結構メールも来るんですね、こういうのと。 こういうういいポジションあるよみたいなそうですねで学生1人に対してちゃんと1人そのキャリアサポーターみたいな学校側の担当者がつきまして、まあ、基本的にその担当者からあのなんかこんなファンドが日本株のリサーチできる人を探してるんだけど興味がないとかうそういったふうにしてていいし、ね、受けるという感じですね。僕もあの仕事柄そういうい もう今週来週からまたアメリカであの米国 MBA ツアーとか10人ぐらい連れていくるんですけれどもアメリカ、ヨーロッパ、アジア見てますけれどもで各 MBA も全部見てますけど香港が本当一番あの日本人がそのまま卒 MBA 卒業後になんか働いている率は高い気がするんですよね。やっぱりそういうポジションが多いんですね。 ポジションも多多いいいでですすしし分ちょっと詳しいこと詳こかんないですシンガポールが最近少し卒業後外国の人にとって働きにくくなってるビザとのなんかビザが難しくなってきたみたいなこと聞いてます,ます、ね、で香港はそのあのビザが働きやすいという環境については変わってないので特にロケーション海外で働きたいっていうのを移すときにアメリカも今なかなか大変になってきますから中国も当然中国語環境ですから難しい中で 英語が通じて、ビザがフレンドリーと、意味では、香港というのは頭の方法になるんじゃないかなと思います。なるほど。いいですね。だから学校側がキャリアサポートかなりしっかりやってくれるんですね、そういった意味では。学校側も学生が香港就職を目指しているということをよく知っているのでサポートしてくれている、ね。はい。ああ、すごい、素晴らしい。 想定してなかったんですけどありがとうござい,ますすごいですね。コンサルティング会社、香港でってう形です。それもその学校からの紹介みたいな感じですかえ実はこれは、えー、昨年の一つ目の先輩が切り開いてくれた道で、へぇ、えー。つながりからあの、そこで去年インターンされて、そのポジションをあ何とか引き継ぐことができたような形で。素晴らしいですね。やっぱりそういうネットワーク大事ですよね。はい はい。あと y h k u s t これあの、受験する上では普通に香港、な,なんで香港なのに答えた後はあのは、香港で一番の大学だからって言えば、それで済むんですけれども、まあ、もう少し、あとは在校生の立場からこんなところが良かったっていうところを申し上げますと、まずトップ NBA の一角っていうのは、これはファイナンシャル・タイムスのランキングでも、 私、受験時18位、今年19位という形で、13年連続で世界のトップ20の1位をキープしてます。NBA の,の受験後に合格後って渡航までの間にたくさん企業の説明会とかがあるんですけれども、いわゆる NBA 生が行きたがりそうなあのブランドネームの投資銀行とかコンサルティング会社とかですね。そうい ったととこ行くと結局そのトップせいぜい2 3 0位の学校までしかいないんですよね周りにいる人たちも同じこれから行く NBA 生たちもそういう意味ではあのどっかで学校名で企業側が足切りをしているのかそもそも学生の方が応募してないのか分かんないんですけれどもうんなんとなくそういったトップ2 3 0校ぐらいまでの間の すごい閉じられたコミュニティがあるような気がしてまして、HKUST はしっかりそこに入り込んでる学校なんだなっていうのを感じます。でもまあ実際それはありますよね。はい。はい。<laughs> 特にリクルーティング採用側、外資コンサルとか金融とか採用側は、大体こういう学校しか取らないっていうのはもうトラックレコードとしてあるので、はい。 明らかにやっぱりそのね先輩とか行く会社とか見ててもそういうの分かると思いますけど、ね、そうですねはいおっしゃる通りだと思いますなんであのちゃんとキャリアの選択肢をあの全選択肢を持てる一流行の一つなんじゃないかなと思います 2>, で2点目のアジア×少人数×多様性×量っていうのはこれ本当にクラス内がぎゅっとみんなまとまる うん要素だと思ってまして、アジアはさっき申し上げました通り、あり、みんなこの後もアジアで働き続けるってことですよね。少人数っていうところについては、学年100人切ってまして、今年95人ですから、まあ良くも悪くも、もうこのメンバーから毎日逃げられないんですよね。当然仲良くなります。多様性っていう意味では、えー、大体中国人には 20, 20人ぐらい、えー、インド人20人ぐらい、で、残りが 世界各国いろんなところから来てるっていう形なので特別マジョリティな国籍がいないですしみんながみんなマイノリティなんですよね国籍的には例えば今年私含めた日本人は3人とか韓国人5人とか台湾人8人とかだからマイノリティ同士でしっかり助け合おうっていう雰囲気はありますしそういう多様性ってやっぱりクラス内で協力し合う雰囲気を生むんじゃないかなと思います で最後量これ、量についてはちょっと後でお話しますけど、8割ぐらいの人が寮に住んでいるので、毎日顔を合わせるんですよねで。こういった組み合わせは本当にクラスメートとの、ま、絆を深めたり、ま、時には争いもありますけども、もその中ではすごく大事な要素なんじゃないかなと思いますで。最後、プログラムの充実度と、これもちょっと後で述べます。まこのあたりが HKUST の魅力かなと思っています。 この95人、大体100人ぐらいっていうのは、そのはい、大体2クラスぐらいできるイメージなんですかあそうですね、その通りです。95人がちょうど2つに分かれて、コアの授業を受ける形です。それで授業とかもそのいつも同じメンバーなんですけど、それともその科目によって変わるんですかえっと、前期の一番大変なその秋学期の半年間はほぼ同じメンバーです、ずっと。 約50人の一クラスっていうのはほぼ固定です。ああ、仲良くなりますね、それは、ねはいでえー。基本情報をさらっとホームページから載せましたけれども、これ公式ホームページに載ってることなので、ちょっとここではさらりと流しておきます。まあ、ざっくり言えば、えー、いろんな国からいろんな産業から来ていますよ、トップスクールですよという,ような話ですね。これホームページご覧いただくとちゃんと載ってるので、ぜひご覧ください。 えー、留学費用でこの留学費用も、あのー、公式ホームページにちゃんと載ってるので、ぜひそれ,そ,れそれただ写しただけなので、それ参照いただくといいかなと思います。付け加えー、ることあるとすれば、えー、ざっくりとした生活イメージは、えー、1日日本円にして2000円以内で生活できます。で、週末遊んだり、街出て飲み明かしたり、えー、日にたり。 使用品買ったりして週2万円以内のイメージです。まあ、これが16か月間、ま、ただその間、夏休みと挟みますけれども、というような形ですね。あと、えー、この下のところにちょっと書いたんですけれども、えー、<laughs> 人によっては16か月のうちの最後の4か月を交換留学でアメリカとかもっと物価の高い国とかに行く可能性があります。で、その際の授業料については、 この UST の学費に含まれています。なので、授業料負担は追加でする必要はありません。一般的にアジアの MBA よりもアメリカの MBA の方が授業料が高いわけですから、えー、1セメスター分アジア MBA の費用でアメリカの MBA の授業を受けられるという形になりますね。でただし、交換留学中の、えー、交通費とか住居費っていうのはここに含まれてないので、私はそれを200万円想定しています、今のところ。 それを含めて、えー、1300万円程度を、えー、想定してますし、今のところはこの出費のオンラインで来てますね。この,あの交換留学って行かない人もいますよね。行かない人います。そしたらもっと安くなるってことですかえー、となる可能性はあります。そうですね、ただし、えー、その最後の4か月、依然性を香港で結局住む場所を探さなきゃいけないので。 ああそこはかかるんですね。時代ですよね。あ、だから、香港で学ぶか、海外で学ぶかっていう線で,、ねそうで。そうです。ああ、そ,ね、それだったらそんな変わらないですね。そうですね。だから、例えば、アメリカに交換留学行くとなると、そこでの生活費とか交通費とかがかかってくるだけ、ね、そういうことですね。はいああ。かなり交換留学の行き先もいい学校ありますもんね。そうなんですね。ちょっとまた後で。ああ、はい、すみません。交換留学。 あとどうですか私費留学生の方多ければ少しファイナンスの仕方についてとかお話した方がいいんですか、ね、いや多分すごい興味あると思います。<laughs> ですよね、えっ、ー、とまあ幸い私前職あのー、それぐらいの給料とボーナスがあったので、えー、これ詳しくはあのー、海外 NBA.com っていう、あのー、合格体験記とかがいろんな学校のまとめ 載ってるサイトにもまとめてあの受験直後に載せであるので、でそれもご覧いただくと参考になるかなと思うんですけれども、えー、自分の費用プラス、あとは国からのローンで、えー、500万近く借りることができます。なので、国のローンはぜひ条件合えば使うべきなんじゃないかなと思います。えー、確か政策金融公庫かな。 と思うんですけどちょっと正確じゃなくてすみません。で、それとまあ、あの、まあそうですね、もうとにかくそれと自分の貯蓄と、あとはもうあの親族に頭を下げるっていうのが一つだと思います。<laughs> 僕の場合、1000万とかをその借りるイメージって全くできなかったんですけれども。 なんとか国から借りた額と自分の貯蓄を合算すれば親族から借りる金額,金額が500万円以下に収まるなっていう算段がついてこの金額だったらまあその後の卒業後の給料の上昇とかの表とか見せつつですねえあるいはちゃんと世界のトップ20に入るトップ5に入ったんだっていうのを持ってなんとか調達できたなっていうところですね。 これ、あのー、まあ、MBA 生向けのローン会社みたいなところから借りる人もいますよね。ああ、はい。そこは使われなかったんですかす、ね、えー、っと、結局使わなかったです。なぜなら、金利が多分8%とかだと思うんですけども、あのー、僕の時はですね。はいはい、で、その金利水準って、日本の消費者金融とほぼ同じ水準ですから。<laughs> 俺考えたら例えばカードローンとかの枠最大限用意すれば1 5 0と6 0 0万ぐらい <laughs> カードローンの枠って作れると思いますしその金利水準ってあのプロディジーとかですね多分海外のそそうそうですそうです、す同水準じゃないかなと思うす多分ね皆さんカードローンとかよく分かってない人多いですね <laughs> 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 カードローンとかおっしゃる通り金融広告とかはい いくらでも結構あるんですよね。そうですね。うん、あとまあ奨学金とかもできる限り調べきるべきだと思います。奨学金とかも,もらえる場合もありますよね。USHKUS。HK 学校から奨学金出る場合もあります。ちょっと残念ながら僕は出ません。ねうん、同期はもらってます。えー、<laughs> その人はなんか高い GMAT とかそういうわけでもないんですかえーっと、GMAT ト。 と比例してる感はないです正直。ハハハ。ハ <laughs> ッ当枠で奨学金もらうんだったら本当に700中盤とかなんだと思います。だからどちらかというと取りたいって思わせるまあエッセイとかインタビューだったそうです、ね、ってことでしょうね。はい。こ、は、と、い、ですね。はい。形です。だから日本人でももらえるってことですよね、奨、はい、学金は。日本人でも職歴があればチャンスあると思います。ああ、いいですね。そうなんです。結構ね、香港の MBA って他の2校も。 奨学金出してくた多ん日本人の受験傾向としてあのインド人とかに対して GMAT でぶっちぎることが難しいと思うのでそうですねをちゃんとした職歴が必要なんじゃないかなと思いますはいそうですかねじゃあちょっと費用の次いきますね、えー、年間スケジュールについてなんですけれどもえー、まあみたいなか形でここのページで 何をお伝えしたいかといいますとあの、授業以外のプログラムがすごく充実してるということです。通常に授業をやって、あの試験を受けての繰り返しじゃなくて、次から次へと学校が用意した授業外のプラスアルファのプログラムがやってくるんですよね。なんで、あのよく受験生の方から、 あの典型的な1日のスケジュールとか1週間のスケジュールを教えてくださいという質問をいただくんですけれども、これなかなか答えづらくてその、毎月のように新しい何かプラスアルファのイベントが来て、それによってスケジュールがどんどん破壊されてという形で、いまだにこのルーティーンが生活で組めなくて、毎週毎月のように生活リズムが変わるんです。<laughs> 何かしら入ってくる何かしら入っっててきますちょっと順によって8月 <laughs> からお話しますと入学前に中国語のプレコースがあった後は9月はクラブの設立の準備があって10月になると期末試験が早くもあった後に、えー、キャリアトレックですねシンガポールと上海に旅行みたいな形でような形になります11月は各国の大各国がそれぞれ食べ物とか出し物を出し合うインターナショナルナイトっていう文化祭みたいなものがありましてそれが終わると今度は期末試験と合わせて でののプレゼンンン大会ケースコンペティショというのがありますでそれを終えると冬明けには今度は5日間の間に猛烈にマーケティング金融、えー、あとプログラムソルビングの3分野でのプレゼン能力を鍛えられる濃厚な EPS っていうプログラムがありましてそこ,こでその後一は1週間かけてひたすらプレゼンテーションの準備っていう期間があります。 でここで勝ち抜くと、今度は海外でのプレゼンテーション大会みたいなの出場することになりまして、これに出場チームはまたこれで準備が2月から3月にかけて忙しいというような、今は2月ですから、まさにその真っただ中にいるというような感じですね、私は。で一般的に春学期このあと少し時間が余裕できるはずなんですけれども、多くの学生はここでパートタイムのインターンを開始する。私も今ちょっと、えー いつぐらいから始めようかということをインターン先と交渉しているところです。で6月の夏休みの頭には、えー、ジャパントレック、これ日本人が主催しなきゃいけないイベントがありまして、えー、夏休みをインターンとして開けると交換留学が始まるというような形です。何かこの辺りで気になる。 ものがあればもう少し深くお話しますし、あるいは少し写真とも載せてるので次もはい、次で大丈夫です。なんか多分具体的に写真見た方がイメージつそうですね。ま、ず8月、<laughs> あの寮に入るところから学生生活始まりますけれども、えー、写真左上からちょっと順に説明します、ね。左上が寮の外観です。これなんか新しく 立てててるっていう噂もあるのでもしかしたら来年の入学生っていうのは新しいかもしれないんですけど一応こんな外観のとこ住んでますで左から2番目の写真はこの寮入って寮の左側のところにテラスがありまして毎晩誰かしらここで飲んでるんですねだからなんとなく下降りれば誰かがここで飲んでてというような形で毎晩のように、えー、宴会してるような感じです,ですね で左から3番目の写真は、これは部屋のリビングルーム、寮のリビングルームなんですけれども、まあ、翌日授業がなかったり、大きな課題とかを終えた直後だと、みんなで部屋集まって飲んだりして、朝起きたは誰か寝てるよみたいな感じですかね。で、右が寮の個室です。これ、私の個室ですけれども、まあ、簡単なベッドがあって、机があってというような形で。まあ、基本的に日中、グループワークと授業で出ずっぱなので、 あんまり部屋にいないんであの、机とベッドがあれば十分とかいいですかねで。下に記載の通り、8割は寮に住んでる形です。えー、4人1部屋で、個室と別にキッチン、シャワー、トイレ、リビングが共有であるという形ですね。えー、この間、行ってご存知のようにビジネススクールの校舎まで徒歩3分ぐらいの立地で、それ以外に学内にはがあす,ごすごい近いですよね。<ょ> <laughs> そうなんですよね。便利で <laughs>。 まあ診療所から床屋まで完備してるので、完結しようと思えば学内で生活完結できます。できちゃいますね。まあ、でも大体僕も外でないので、し週末は市街地出て Uber で30分ぐらいですかね。というような形う寮生活ですね、これが。だから結構その,、はい、その h k u s t の全体の場所として、いわゆるまあ市街地からちょっと離れてるっていうところはポイントですよね。 あそうですね、それ特徴だと思います。はい。そんなところですね。まあなので、あんまり、まあ後でまたご説明いただけるんでしょうけど、まあ、あんまりそのデモとかの影響もそんななかったみたいな話してました、ねああ。そうですね、そうですね。児童のおかげっていうのはあったかもしれないです。そうですね。だから、結構勉強に集中できる環境ではありますよね。そうであります。うん、はいじゃあ 授業についてですね。でこのあと9月から授業が始まるわけですけれども、えー、右の部分ちょっとお話しましょうか。コア科目、あの必修科目については先ほどおっしゃっていただいたように、あのー、学年約100人が50人ずつの2クラスに分かれるという形ですで。この50人が最初の一番濃厚な秋学期の半年間の間、固定なので、えー まあかなりぎゅっと仲良くなるような感じですね。ほぼ全科目で毎週グループワークがあります。グループワークは、個人的にはたい1グループワークにつき2時間からマックス時には6から8時間ぐらいかかったりするようなものです。でこのグループはあの授業によって異なります。人によってはまた、 このグループワークで一緒になったねみたいな毎回同じ,同じにたまたまなる人もいればクラスごとに新しい出会いがあったりもしますそれは学校側が決めるんですかこのグループで勉強してとかっていうのはあいい質問ですねあの、うん、ものによるんですけれども結構はいじゃあ今から5分でグループ組んでくださいみたいな <laughs> すごいですねあのこれ本当に特に成績関わってくるんでですよねはいこれた 時々その h k s t が他のアジアの学校と比べてコンペティティブだって言われることがあるんですけれどもんまあ確かにこのグループ分けとかでは感じることがあります。うんその優秀なやつと早く組まないと大変になるますし、<laughs> そのでこれってやっぱり普段の授業での発言とか他のグループワークでの貢献とかの積み重ねがないとそういったグループ組であぶれるので。 ちゃゃんんとと普段かから活躍すするる必要があるんじなないかなと思い思ますそうですね。はい、ねで、えー、あとはケース問題中心ですかね。毎回10ページとかのケースを読んで、それについてディスカッションしたりしてっていうのが多いですかね。で、同期がなんか受験時にその、いわゆる座学のレクー とケースの実例を使った勉強との割合を調べたそうなんですけど、ヨナアジアの学校で。h k u s t のケースを使っての勉強する割合っていうのは、他と比べて高かったというふうに聞きます。で、あのコアの科目、必修科目については、あのアジア、欧米、まんべんなく扱ってる印象でした。他の学校の水準が分かんないので、どの程度のものなのか分かんないんですけれども、いかにもアジアな。 例えばロレアルが中国マーケット化粧という文化がない中国マーケットに進出した時のケースなんかはいかにもアジアだなっていうようなケースでしたしそれからあの古典的な例えばパソコンのデルだとかあのそういったようないわゆるどの学校もやるであろうケースまでいろいろまんべんなく押さえてる印象でした。 アジアのケースはものによっては h k u s t の教授陣によって執筆されるものがされているものがあって、欧米のケースについては結構海外のビジネスが来るからあの買ってきているような、その多大で使われているものをそのまま使うというようなものが多かった印象ですね。みんな疲れてますね、なんかあの写真が。あそうですね、写真左上からお伝えします。<laughs> 左上があの マクロ経済の、えー、討論大会で、えー、例えばトランプ関税っていうテーマがあったら、1チームにはあ賛成の立場で、えー、もう反対のチームには反対の立場でプレゼンを用意しなさいと。で、それぞれプレゼンし合ったあとは、えー、ディスカッションっていうような授業です。これマクロ経済の授業です。で、これ、多大の話聞くと、このタイプのマクロ経済の授業って、多分定番で、他の NBA でもよくやってるんじゃないかなっていう。 気がすするんですけれどもどうでしたシカゴでもやってましたかマクロは普通にありますよ。これありますよねこの,あの,この討論形式のプレゼンって。えっとね、それは本当に授業の先生によりますね。<laughs> あ先生によるんですかはい。だからまあ多分そのケースでやる先生もいたり、本当に理論を教えるのもあり、はい、だからあんまりこのなんかいわゆる基礎科目で、 はい、今見てて思ったのは、基礎科目でなんかプレゼンするみたいなの、あんまなかったですね、シカゴは。実は僕、去年、コロンビア大学の授業をちょっと見せてもらったときに、実際現地に行ったときに、まさにこのマクロのこれをやってたんですけれども、こんなに熱く討論してなくて、お互いサクッと。 一つ二つ質問し合って終わりだったんですけれども僕なんか企業の企業企業アントレ系の授業かなと思って見てたぐらいです今違うんですよこれねえすごいですねでこれ討論時間がっつり取られましてあの相当白熱してやじとか飛び合ってかなりがっつり立った感じでしたこれはすごいですねえで,で左下は、えー、これグループのメンバーと、まあ、あの入学した後にみんな着る シャツ着て一回同じグループワークの場合写真撮ろうかみたいなのと右上はこれ期末試験が近くなった頃の休み時間ですねあの授業間の15分とかのやつでもうなんかバタンキューっていう感じですね <laughs> で右下は、えー、オペレーションマネジメントの授業で、あのー、10人ぐらいずつに個室に分かれて、えー どの10人のチームが一番効率よく複雑なブロックを正しく組み立てることができたかみたいなのをあの実際にオペレーション改善しながら机の位置とか何人組み立て係何人部品運ぶ係にするかとかやりながらあの実践するみたいな授業でしたちなみにこのオペレーションマネジメントの授業は最終的に あの極力まで使う机と組み立てる人数を削って解雇に解雇を重ねて人を削ったチームが勝ちましたね利益があって。改善ですね <laughs>、はい、であと選択科目はようやく春学期になって私取り始めたのでそんなにたくさんまだ知らないんですけれども基本的に70以上の科目があって分野あとは課題の重さ含めて、ね かなり多様な選択肢が持つことができます多分何か受験生の方で興味ある分野あったら在校生に問い合わせいただくと必ずそれにマッチするようなものがあるんじゃないかなと思います多分イメージ通りある程度そのテックの分野であったり、えー、金融についての分野が強いんじゃないかなと思うんですけども何のところですかね 個人的には前期にとった、あの、孫子の兵法、the art of war の授業が、ビジネスへの適応という授業がお気に入りの授業でした。そうですね。授業についてはこんな感じです。で、その後ジャパンクラブですけれども、これもよくある質問じゃないかなと思うんですけれども、えー、USC については、えー、クラブは毎年新しく創設し直します。 なので上から引き継ぐっていうことはなくて、えー、新しく作り直すんですけれども、これ入学して早々に立ち上げなきゃいけなくて、かつ学校公認になるには選挙を得ない、得ないといけないんですね。公認クラブ数に制限があるので、それ以上のクラブが立候補した場合は、こんなクラブ作りたいって人が立候補した場合は、えー、選挙で投票をしてもらって、一番所属したいって思ってくれる人の多かったクラブが、 公認になってそうじゃないと公認になれないっていうこれもちょっとコンペンティブな部分がありますで実際ジャパンクラブはあの去年もちゃんと存在していて今年もその選挙ではぶっちぎりで勝つことができて、えー、設立に成功したという形ですねそれ、えー、日本人3人しかいないのにすごいですねこれ逆によくてあの数だけでいうと例えば 中国人20人がまとまったらチャイナクラブができるかもしれないし、ねえねえ本当そんそなイメージですよねまとまったらインドクラブできるかもしれないんですけれども、入学式時代、インド人と中国人ってあんま仲良くないんですね、うん、こっちで。で、最悪に日本人3人はインド、中国両方とも毎晩飲んで仲良くできたんで、インド票、中国票両方集めることができたんですね。<laughs> そんな感じで、あの <laughs>、<laughs> 設立に至りました。 チームメンバーにアメリカ人とインド人が入ってるというでからこれもプレ,プレゼンみたいなのやるんですねこれもプレゼンですはいえー、もちろんじゃ結構プレゼンが多いんですね授業とかも、はい、いや気づいたら多いですええー、いいですねそれははいこういうパーティー、ね、パーティーみたいなのも結構なんかあの過去も HKUST にあのアルファから入った人とかの フェイスブック見てると結構イベント多めだなみたいなこういうなんかワイワイ系の写真いっぱい載せてるんですごいなんかいろいろやってるなっていう印象なんですけど、はい、やっぱり多いんです,、ね、そ,うですそうですねソ、ね、ーシャルアクティビティ的なのもはいなんかそのパーティーみたいな上流っぽい雰囲気よりはなんか寮での飲み会みたいなのがあでも楽しそうですねなんか本当なんかみんなほ、はい、本当に楽しそうな感じああ、そうなんだどこでや寮でやるんですかこれ 寮の部屋で、あのー、私の部屋に50人集まりまして、<laughs> あのー、たこ焼き。なんでそんな全然大きく来る 2>,、うん、な2人部屋でしたっけ、あそこ。ぎゅうの4人部屋のリビングスペースにぎゅうぎゅうまで1つ目、す,すごいみんなコスプレしたり、あのー、たこ焼き役の経験し<へー> <laughs> 楽しそう。右上はあの、君の名はの鑑賞会で、ああ、へベストムービーだと。 言われました。いいですね。やっぱちゃんとこういうイベントもやるんですね。こういうところで結構ね、ねなんか人とのつながりもできるし、ですね。はい、意外とすごくなんかあのー、自分の人間力も上がりますよね。鍛えられますね。なかなか。<laughs> 鍛えますよね。はい。素晴らしいあのすごいあのとはいえ一番の使名まだ終わってなくて、来年6月にジャパントレックを企画しなければいけないので、まあこれはこれから一生懸命。 あのタイミングは悪くないかもしれないですね、今ちょうど結構いろんな MBA とか、大学院海外大学院のジャパントリップの話とかいろいろなんかサポートもしてるんですけど、はい、あの軒並み結構中止になってるところもあるので、まあ、6月ぐらいだったらちっ落ち着いてる可能性は高いです、ね、そうですすねねそうよところですね、ジャパンクラブは。 あとこれさらっとだけあのまあ他にどんなことやってるかってあのー、これちょっと遊んでる写真多いんですけどなぜならあの勉強してる最中写真撮ってないからで基本的に普段は勉強してますま <laughs> 左上から、えー、これ多分毎年ことになる誰かしらが企画するボートパーティー香港での定番ですね半、えー、日海に出るみたいな、えーえー、左の真ん中が、えー、これ 英語が第一言語じゃない人たちの英語で苦労している人たちが実はいるっていうことにだんだん気づいてきまして一人一人ワンピースみたいにスカウトしてってでもここでも一応英語で話すんでしょ <laughs> でここは月に一回飲みながら英語の練習をするみたいなパ、えー、ッキン・イングリッシュ・クラブと呼んでます <laughs> これ立ち上げたりしました、えー えー、左下はあのその各国が出し物をするインターナショナルナイトですね。これ以上、マ進めるとちょっと下品になっちゃうんで、この程度の写真を止めてるんですけど、はい、<laughs> これ、奥にいるあのレインコート着ながらバケツ持ってるのは、あのテレビ東京のまじウタ選手権形式で、えー、あの牛乳を口に小さい奥くっていうスタイルを採用した図です。<laughs> あとは一発芸みたいな <laughs> 右上はこれシンガポールのキャリアトレックでの企業訪問中のところです。これキャリアトレックはシンガポールの企業をいくつか回って話聞いたりするんですけど当初僕ただの観光旅行のつもりで行ったんですけれどもこの話の中であの実はシンガポールのメガベンチャーが日本オフィスを今立ち上げようとしてて東京オフィス社員は3人。 MBA 卒で日本語がしゃべれる、えー、リーダーシップポジションを募集しているって話をここで初めて聞きまして、えーまあちょっと将来の選択肢の一つに加わることになったので、実は参加してみると案外こういったことがシンガポールトレックなんかでもあったりしました。まあやっぱりそういうなんかポイントを増やしていくといろんな出会い出てきますよね、オプチュニティ。予想外だったんですけれども案外キャリアー 探しとしししとても機能しましたシンガポールトレックは。希望者はもう1つ、上海トレックというのがありましたね。うんえー、右下はこの間の冬休みに、えー、インド人、台湾人、香港人のクラスメートと一緒にベ,ベトナム旅行行った時ですね。えー、船の上なんですけど、まあ、あの船のデッキにみんなで布団持ち込んで夜、船のデッキに寝ててあの、日本の王様ゲームを。 持ち込んで外国人だという。<laughs> これ結構なんか女性も多くないですか。女性比率どれぐらいですか。女性比率だいたい三十後半ぐらいです。なんかカップルとかもできるんですか。えっと例年のアベレージで九十五人のクラス中四組程度が四組っていうのが平均だって聞いてます。<laughs> そうなの、ね。<laughs> 多分そんなもん,なんだと思います。ね、今年も <laughs>。ね。 はい、ちょっとプレイハードの部分です。でもまあ、95分の10だから結構な確率ですよね、10%ぐらい。そうですね、そうですね。あと交換留学です。交換留学は2年目の9月から12月の時期になりまして、えー、先ほど申し上げましたように、交換留学先の学費は HKUST の学費に含まれています。これいいですね。はい、世界20か国60個以上のトップ校より選択可能という形で。 今年95人中ほぼ6割ぐらいが応募したような形ですね。へ<ー>えー。いけない人もいるんですか、<laughs> 60人の中であ。そうですね、60人の中で、えっ、ー、と、2割ぐらいが第5希望までにも入ることができなかったっていう人はいました。うんただ、えー、8割は第5希望までのどこかにはあのしっかり入ってたっていうのもいいですね。うん えっとでそれじゃあ、その入れなかった2割ってどうやって決まってるの、あるいは第一部を勝ち取った人たち何で決まってるのっていうと、選考基準、ここに書きましたけれども、成績が40%、えー、キャリアプラン、これはエッセーと、あと普段の就職活動、あるいは学内のキャリアイベントへの出席状況であったり、そういった状況が記録されてるのと、最後はエッセーを書くんですけども、これが3割。 あと学校に対するコントリビューション、これが3割。で、えー、総合点がつけられてて、それの順位に応じて志望が叶ううという形です。で、これ、多分アジアのどの学校も交換留学制度あると思うんですけれども、えー、学校によってこの基準、だいぶ違う印象があります。確か、中国のシーブスはかなりの割合を成績が占めるはずで、その。 相当成績を取らないと志望校に行くのが難しいとかですね。いろいろあったと思うんですけど、UST の場合は相対的に成績の割合が少し低めなんじゃないかなと、他校と比べて、というような気がしてます。うんうん、ちなみに今年、日本人は私がアメリカのダートマンスタックに、もう一人の同期がイェール大学のスクールオブマネジメントに。 ししっかり、あのー、ちゃんとした学校へを手に、うん、それはそのワンタームワンセメスター授業を受けるっていう感じですかそうですね、秋学期のワンセメスターです。9月から12月にかけて,ておお、じゃあボスキャリーも行けちゃうじゃないですか。 そうなんですよ。あの、それ考えて、東海岸がいいってことキャリアプラン。さすが。あの、ちゃっかりボストンにアクセス。いやいやいや、絶対大事ですよ。だって、ダートマスと、かボストンのキャで。すぐですもんね。はい。イエールからもすぐだし。はい。あの、キャリアプランのエッセイにちょっと聞いたんじゃないかなって気がしてます。あすごくいい。あやっぱりそういうのちゃんと考えてくれるんですね。そうですね。はい。やっぱり、ね、香港も行けて、アメリカも行けて、最高ですよね。いや、そうなんです あのアジアのこの雑踏みたいなところで戦いながら、いわゆるアメリカもかじれるっていうのは悪くない、<laughs> また雰囲気が違うからね、面白いんじゃないですか。はい、ダートマス、はい、楽しみにしてます。ダートマスさんって、本当もう、ザ・アイビーリーグだから。そうですね席数自体はダートマスが2席のうちの1席を勝ち取ったって感じで,ですね。2席しかない そう大体の学校が2席で、今年は NYU が5席と LBS が16席ぐらいで、この辺りが、はい、LBS が多いんですね。LBS が大きかったような印象ですね。まあ、これ、来年どうなるか分からないですけども、うん、大体そんなようなですね。交換留学はこんなところで、あと、はいね、ちょっと元気になっているであろうデモについて、コロナについて少しお話し,します。お願いします。えー デモについては、これ、昨年の秋口だったんですけれども、結果的に HKST は本当に平和で、えー、少しスターバックスが一番荒れた時に、学内のスターバックスがあのショーケースとか破壊されたということがあったぐらいで、えー、それが基本的に平和でした。理由としては、学校が瞬時に警部員を大増員して、あの部外者のデモをする人、あるいはそれを取り締まる警官を入れなかったということが一番大きいです。 次に先ほどもお話した立地が良かった、立地良かったというか、市街地から離れてたということと、学校自身もすごく中国寄りというわけではなかったので、この辺りが平和だった理由です。やっぱり、あれはすみません、我々が行った時もあれですよね、はい、本当なんか空港のボディチェック並みの、ね、パスポート見せてみたいな、そんな、そ,こそれをチェックを通らないと。 学校の中に入れないいっっていうセキュリティだったですもんね,ね、はい、部外者の人が入るのは本当に厳しくなってます。ちょっと出ただけでも、もう一回全部最初からやり直しとかやってそうなんですよねすごい厳しかったですね。平和ですね。平和ですよね。だから学校の中は極めて平和ですよね。はいはい、あと、当時の対応としては、一番あの激しくデモがあったときに1週間の授業の中断がありましたが、その1週間分は土日等の歩行で100%カバーされまして、 希望者はオンライン受講でもいいよってことになったんですけれども、基本的に全員対面の授業を好んで、9割9分対面を継続したという形です。なので、デモについては結論、今、日常を考えることはほぼなくなっています。あと、現在進行形で続いているコロナウイルスについてですけれども、結論先に申し上げますと、 えー、他アジアというか日本も含めてどうなるのかは誰も分からないと思うので僕からどうなるかというのは言えないんですけれども USD の現状の対応をお伝えしますと、えー、1月の末以降オンラインの振り替りの授業を行っていますで対面授業がいつ再開されるのはまだ未確定という形ですでこれ大学があってこのコロナに対して何かしら対策を取らなきゃいけなくてその対策って 授業のスケジュールを動かすか、感染防止を徹底するか、あるいはオンライン振り返するか、どれかなんだと思うんですけれども、うん、UST はとにかく卒業スケジュールをしっかり守って、かつ感染防止を優先するためにはオンライン振り返しかないという選択をしました。じゃあ、皆さんはオンラインで、うん、寮でオンラインで授業を受けてるみたいな感じですかそうなんですなんんでですちょっと左上から写真 ご説明しますと左上は、まあ、とはいえ部屋で1人で受けるのも寂しいからということで、まあ、大体誰かの部屋に行って僕は一緒並んで受けるみたいな仲良い,いクラスメートを受けたりしてます。で隣は、まあ、その左のから2番目の写真はなんかみんなマスクつけながらもいろいろ外出してなんかマスクつけてる写真とか投稿し合ったりしてますね。で左から3番目の写真はこれとはいえそのオンラインの授業中ちょっと離席しない きゃいけない時にコールドコールとか飛んでくると怖いじゃないですか？<laughs> で、なんかちょっとあのー、こんなの作ってみたんですね。これ置いとくとズームであの出席してる。風に画面に映るみたいな。<laughs> で、あのー、これ1個100本コンドルで売り出してみたんですけど、うん、あのー、早速いくつか注文をいただいて、こ,この個人が最初のお客さんなんですけど、100本コンドル買い上げいただきました。<laughs> あ、なんであの危機の最中だって、まあ前向きに何かしらチャンス、ビジネスチャンスだったり楽しみ方がそれなりにあるんじゃないかなと思いつつ、ていうかそういうふうに考えるしかないなっていうところですね。一応他校の対応として、中国のビジネススクールはもうそもそもオンラインも開かずに授業自体を完全に2月いっぱい中止するようなところが多いんじゃないかなと聞いてます。シンガポールは感染者出ても もう対,対面授業を継続しているという学校があると聞きますから、どの対応が正解だったのか今は分からないですけれども、ちょ学校によっていろいろ、地域によっていろいろみたいですね。でちょこちらについては、あとアジア留学協会というところのホームページに少しレポート記事を、まあ、できたら今月中にでも載せたいなと思っていますので、こんなところ い,ただくといいくとんじゃないかなと思います、うんまあ、なかなかやっぱり現実で生きているといろんなことが起きますしねなかなか激動な年に入,っ入られたと思いますけどもそれも経験ですからねあのまさにこれがアジアで本当にた例えば自分が経営者だとしてアジアに投資を決めた瞬間に政治的ドランが起こって続けざまにウイルスが起こるみたいな。 ことがありえるんだなっていうのいやありえるしそれがもう経営なんですよね、うん、本当に。<laughs> ですよねはい。うん、でやっぱりそのじゃあどうしていくかっていうのを考えないといけなくてはい。いや本当にリアルケースじゃないですか。でそれこそ学校側がそそね、はい、そのオンラインでやるのか授業をやるのかスケジュールをずらすのかっていうこの意思決定もすごく一つのね意思決定としては自分がじゃあ学校側だったらどういう意思決定するのか、ね。はいはい はい、まさに生きる計算ですごいすごい,、まあ、いろいろ大変な時期に行かれたとは思いますけど、はいはい、ものすすごいいになりますよねはい、これはこれで本当にあの重要な貴重な経験というかですねで例えばこれあの少し1つ前戻ってデモの最中なんかはこれ写真説明し忘れましたけど右上の写真はこれデモの対応についての全,全体ミーティングが,が。 面前集まって開かれたときに、その場で発言している私の写真ですけれども、えー、まあこの場であの、ちょっとみんな勇気づける、元気づける意味でも、日本の映画ナイトをやろうっていう提案をして、だったんですけれども、えー、やっぱりこういう場でもリーダーシップを発揮しなきゃいけない場っていうのは、いやこういう場だからこそあったと思いますし、これは一ついい経験だったなっていうのはあります。下、えー、下ののの方方はは右写真は ここれこの1週間の中断中に寮にみんなあの国外に逃げたりする中で寮に20人ぐらい最後まで残ったんですけどその時の最後まで寮に残ったメンバーでガラガラになったあのビジネススクールの建物の中で撮った写真ですけれどもなんか濃厚な1週間を過ごしたいい仲間でしたね。というようなあの側面も危機の反対側であったりします。うん ですね。一応これが直近のコロナあとデモの対応で、これはまた状況を動くかもしれないので適宜あの在校生のホームページとかあの連絡先にご連絡いただければいろいろ直近の連状況をお伝えできると思います。ありがとうございます。最後受験プロセス一応さらっとですけどまああの普通に語学試験 G マット S セイ推薦助面接っていう形で、えー、弁 勉強とかの経験については、私自身、あの退職して1年間、缶詰で勉強という経験がありますが、文章でも一応、少し互角体験記載せているので、気になる方ご覧いいただければと思います参考までに一応、私、i e l t s 7 0の、えー、GRE で316ですから、GMAT 換算640というスコアで入学しています。 スコアについては、まあこんなような形で、あとは学校のホームページ等にもあの ILS のミニマムの要件とかについて載っているんじゃないかなと思います。でお問い合わせ先等はこのような形で、えー、ひとまず私からの,あのコンテンツとしては以上になります。はい、ありがとうございます。じゃあ、そ,<う>その、えー、っと、 アメリカに行く前に、じゃあ、一旦その香港で日本に帰ってこずに、インターンをされて、そのままアメリカに行くみたいな、これからの流れですかそうですね、流れとしては、えー、と月5月末に期末試験がこっちで終わった後に、えー、6月頭に1回ジャパントレックで日本に行くことになると思うので、こああの1週間、日本に行った後は、もう1回香港に戻って、えー、香港で8月末まで。 インターン、ターその後そのまま交換留学という形だと思います。うん、うん、なるほどありがとうございます。あのまあ先ほど申し上げたように日本であの結構くすぶってるというか、はい、そのどうしようかなって今のままだ今の,今の状態からこうさらにステップアップしたいって思ってる人は、まあ、多くいるので最後にあの、はい、何かそういう人たちに。 もう実際にこう挑戦されてきてるわけで、で本当に日々、すごいいろんな挑戦っていうか、はい、あの本当にいろんな大変なことも含めて、うん、いろいろご経験されている中で、こう思うこととか、はい、あのそういう人たちに対してのそのなんかメッセージみたいなのがあればお願いします。うん、あの特にたい私費留学だと、どのタイミングで会社を辞めてとかっていうのがすごい。 悩むことはあるんじゃないかなと思うんですけれども先ほどお話ししたように自分のスキルが現職で最大限になっていてかつ m b a に遅すぎないっていうタイミングを選ぶべきですしその上で今の現職の中でなんかとにかく m b a 行く前にここまでは成し遂げたいんだっていうものを一つ心の中に持っておくとそれ達成した後によしここから m b a に行く切り替えるぞっていうのができるんじゃないのかな。 といいう気がしますはい、ありがとうございました、はい、あの香港カギの MBA とか、まあ、香港についてとかまあそれこそキャリアの相談とかあの、まあ、我々もアルファとしていろいろ出願のサポートとかはしてますし、まあ、そういうのはお問い合わせいただければと思いますけれども、まあ、今回あのお話しいただいたこの、えー、と下の方の JAMBAHKUST でいいんですかね。はいはい こちらの方にお問い合わせいただければ多分、まあ、ダイレクトにまたちょっとお時間いただいてお話いただくこともできると思うので、まあ、興味ある人はぜひあのどんどんあのいろんな人とやっぱりつながっていくっていうことが機会を生むので。 あのー、まあこういう動画を見ていただいた方もですねこういう機会を使ってどんどんいろんな人とつながりながらですねなんか未来をたぐり寄せていくっていうのがまあ多分あの非常に面白いこうエキサイティングな未来を作る方法かなというふうには思ってます今日はどうもありがとうございましたはい長々とすみませんありがとうございました何でもないです貴重な時間ありがとうございました、はいえー、ありがとうございますまあの引き続きよろしくお願いいたしますはいよろしくお願いしますはい失礼いたしますしいします。